ここここここわらしめぐる、ここここここわらしめぐる。やあ、節電ケースだよ。みんな、クライマックスシリーズ日本ハムが勝ったね。このゲームには何の関係もないけどね。どこやどれや次、これあれ、あ、ちょっと待って、あれ俺前回のパートセーブしてないんちゃう、もしかしてあー、前回のパートセーブする忘れとったちょっと待って、前回の終わりまで進めなあかんのやけどあ、ここじゃ、ここや、前回のパートここの文が出てきて終わったんじゃ。ここで俺がさ、今日もフライハイト学園は平和ですって言うて終わったんじゃ。そうじゃ、ここからやな。その後は特に中断することなく、生徒たちがそれぞれの案を出していき、成果が黒板に書いていく。いくつか案が出たところで、そろそろ決定戦かと思われたとき、セリカ、私からも、なな、隣にいたモナカが意を決した顔で立ち上がった。どうした？あ、モナカちゃんラーメン好きやけ、ラーメンの屋台出したいとか言いそうなんやけど。木枯らしめぐる愛の名は絵が綺麗だからな。そうだよね。このゲームっていうか、タクティカルシンパシーさんのゲームのキャラってさ、結構絵が綺麗よね。過去作もちょっと見てほしい。珍しく随分悩んだんじゃない？あ、ごめんね。私、演劇やりたい。演劇？モナカの言葉を聞いた聖火の顔が一瞬曇る。え？結構いいこと言うたぞ。え？モナカちゃんにしてはすごいいいこと言ったじゃないか。演劇か。演劇ね。わかった。セリカは後ろに、静かに後ろに向くと、候補に演劇を追加した。なんで、セリカちゃんあんなさ、あんま気が進まんような顔で書いたん？演劇いいで。その手があった。その発想なかったわ。別におかしいことじゃないのにさ、その発想はなかったって思ってしまった。そうやな、演劇いいな。なんだろう、ウサギの髪とか、浦島太郎とかやるんかな。その後もちろんほらと案が上がり、黒板には十数程度の候補が並んでいた。そんなにあんのか。絶対誰かさ、少数派的なさ、全然定番じゃないようなことを言っとんだろうな。セイカは候補を絞るためにそれぞれに意見も聞いていたが、なかなかとどまる様子は見られなかった。ロングホームルームの時間ももうそろそろ終了になる。このままじゃ今日一日決まらないわね。セイカが困ったような顔を浮かべる。何か決定台になる意見が必要ね。そうつぶやいて小さくうなずくと、セリカは不意に俺の方を向いた。白井君、押したい案はない？なぜ俺に聞く？え、セリカちゃんどうした？え、あれ？クラスの注目が俺に向けられる。あ、いかん。セリカ様の周知プレイの対象が俺に移ってきたかもしれない。常はもう飽きたか。そうよ、まだ意見を聞いていないけど、転校生だからって遠慮する必要はないわ。そうだよ、ハリヒトもクラスの一員なんだから。隣でモナカもニコッと微笑んだ。それなら校内だるまさんが転んだ大会とかやりたいな。俺は黒板を見て上がっている候補に改めて目を通す。やっぱりこれかな。俺は演劇かな。え？そう、理由を聞いてもいい？せっかくなら何か形に残るものをやりたいと思ってさ。演劇なら衣装とか小道具だけじゃなくて映像作品としても残せると思うんだ。それに準備期間を含めて学園祭を楽しめるし、俺はここに来たばかりだから、そういう時間も大切にしたいなって思う。クラスに沈黙が漂い、さすが主人公、主人公らしいもっともなことを言ってくれました。ちょっと臭かったかな。ま、
まあ一番の理由は当日は2時間ぐらいで済むから他のクラスの出し物をゆっくり楽しめるってことかな。はは。わ、スタンディングオペレーションや。スタンディングオペレーション始まったぞ。ところどころから拍手の音が鳴り響き、それはクラス全体へと広がっていく。そう言われると確かにいいな演劇。ずっと残せる思い出って素敵だよね。当日の拘束時間が短いのを助かるな。さすがハルヒト、いいこと言うね。マラカも嬉しそうに手を叩く。マラカもこういう気持ちで開けたんじゃないの。え、あ、うん、ハルヒトほど大層な考えはなかったけどね。どんな考えだったんじゃ。ちょっと演劇に興味があったんかな、マラカちゃん。どうした。セリカちゃん、どうする、どうするこれ。おー、セリカ、何難しい顔してんだよ。こりゃもう決まりっしょ。うるさいわね。さっきからお手洗い我慢してるのよ。ツネが声を上げると、セリカはふーっと小さく息をついた。じゃあ、今年の学園祭は演劇しようと思うけど、異論はないかしら。セリカの呼びかけに対して、クラス全員の賛同の声を上げる。採決を取る必要はなさそうね。俺の意見で決まってしまった。本当にこれで良かったのかな。良かったよ、良かった。春人くん転校して初日でさ、ようちょっと中止になれたんちゃうかな。この学園祭の出し物を決めるっていうイベントで中止になれたんちゃうかな。俺いいやん、ちょっと春人くんクラスに溶け込めそうな感じがするやん。一瞬だけ申し訳ない気持ちが生まれたけど、それをかき消すようにモナカがつぶやく。ありがとう、ハルヒト。それは独り言だったのかもしれないけど、俺の気持ちが入るには十分な一言だった。これで私、浦島太郎の亀役ができるわ。え？亀役？さて、出し物は演劇に決まったわ。みんな浮かれてる仲悪いけど、今日はもう一つ決めておかないと。何？そういう当番、そういう当番なんか別にセリカさんがやればいいやん。セリカの声にクラスのざわつきが収まる。配役や衣装は台本が上がってから決めるとして、まずはこれからの制作や進行を取りまとめる監督が必要よ。これ、ハルヒト君が監督するパターンのやつじゃ。だって主人公だもん。演劇って決まった一番重要な部分を任されそうな気がするもん、これ。お？それも霞ヶ崎がやるんじゃないのか。そんなわけないでしょ。監督が決まったら私の役割はそこまでです。ふむ、そういうもんか。本当、たまにどっちが先生かわからなくなるな。それじゃあ誰か監督をやりた。はい。セリカの問いかけにマナカがいち早く反応する。マナカちゃん、それはもしかして俺を推薦するそういう流れじゃありませんか。セリカ、私やりたい。お前かい。お前かい。おい、お前まさかの立候補かい。自分立候補かい、お前。それさ、ハルヒトがいいと思いますみたいな感じのことを言うんかなと思ったらさ、私やりたいって言っちゃった。まあいいけど、演劇やりたいって一番最初に言い出したモナカちゃんやけいいけど。まあそうよね。他に立候補がなければモナカにやってもらうけどいい？なんかモナカちゃんが監督ってさ、何かトラブル続きとかなりそうな気がするんやけどさ。練習の場所取れずに練習できませんでしたみたいな感じとかさ、衣装を作ったけどサイズが違うので着れませんでしたみたいな、そういう細かいトラブルが起きそうな気がするんだけど、マナカちゃんが監督したら。偏見かな。そう言われてクラスを見渡してみるか。他に立候補する人はいないようだ。決まりね。セリカちゃん、あ、大丈夫かな、マナカで大丈夫かなみたいな顔で決まりねって言う。やめてあげて、ちょっと不安なんは俺もわかるけど。
じゃあ次回からは監督にバトンタッチっていうことでよろしくね、マナカ。ありがとう。任せておいて。任せてあげな。任せてあげ、任せておいて。このあたりに、この小さい筒が入ってるあたりにマナカちゃんの情熱を感じるぜ。マナカが元気よく返事をする。なんだかいつもにも増して気合が入っているようだった。どうしたんだろう、そんなに演劇がやりたいんだろうかな。やばいな、クラナドを思い出してくる。クラナドのさ、渚ちゃんのことを思い出してくるんやけどさ、まさか舞台に立った瞬間涙を流すとかそういう展開になるんじゃないだろうか。おーし、大体決まったな。船越先生が腰を上げる。霞ヶ崎、よくやってくれた、俺のために。先生のためではないですけどね。はいはい、ご期待に添えられて光栄です。ここまで。セリカは先生を軽くあしらうと自分の席に戻っていく。先生もそれを全く気にすることなく壇上へと上がった。そんじゃあもうそろそろ時間だし、最後にハスミだったっけ。ハスミ、一つ意気込みをよろしく。あ、はい。マナカが勢いよく立ち上がる。なんか照れるね。自分の方をひとかきし、マナカは照れ笑いを浮かべた。そしてキュッと表情を引き締めると、真剣なマナカさをクラスに向ける。このマナカちゃんのさ、いきなり真剣な顔になるあたりさ、なんか本当表情豊かで可愛いなって思うよな。みんな演劇に賛成してくれてありがとう。思い出に残る最高の文化遺産にしようね。わー、普通にいいこと言うやん、マナカちゃん。なんのトラブルもなくさ、普通にいいこと言ってたよ、マナカちゃん。ちょっと残念。おっと、じゃあな、ハイト、あとで行くからよ。あ、カレー早飲み大会、お前らも強制参加なんだからな。カレー早飲み大会に決着ついたんじゃよかったな、たくま。でも読まないでくれ。俺らは読まないでくれ。わかったよ。俺たちは朝と同じように6人で下校していた。みんなで話しながら歩いていると、交差点までは本当にあっという間だ。この後は俺の家に集まることになっているが、みんな一旦帰ってから来ることになっている。たくま、常セリカに手を振り、俺は村方を雫と歩き出す。家が一緒だからな、言ってみれば。ハルヒト、ありがとうね。横を歩く村方が空を仰ぎながら声をかけてくる。どうしたの急に。え、それ告白、告白、この流れ告白、告白される、俺告白される。え、演劇をしてくれたでしょ、嬉しかった。そう言うてマナカはにっこりと微笑む。そんな礼を言われることはしてないよ。俺も純粋に演劇がいいなって思っただけ。うん、それでもありがとう。マナカは再び空を見上げると、暮れゆく日の光をまぶしそうに眺めた。マナカちゃん、何の演劇やりたかったんだろう。台本とか決まっとんかな。正直言うとね、みんなが賛成してくれるか不安だったんだ。演劇ってやっぱり恥ずかしいと思う人も多いだろうし、ほら私って人に何かを伝えるの苦手だから、だから反対されるんじゃないかって不安だったんだよ。マナカが声を浮かせる。でも案を出した時のマナカの顔はちゃんと見てたよ。真剣だった。それはみんなにも伝わってたんじゃないかな。そう、真剣だった。マナカちゃんのあのキリッとした顔はさ、カップ麺に湯を注ぐ時以来だったわ。昔からマナカは勢いのままに行動するタイプだ。高校生になった今でもそれは変わっていないと思う。ただ本当に本気で何かを始める時はいつも今日みたいな顔を見せる。説明下手でもその真剣さがちゃんと周りに伝わるくらいに。そっか、ありがとう。マナカの口元が少し緩む。でもやっぱり春人のあの言葉がみんなの心を動かしたと思うんだよね。持ち上げすぎだって。
俺はただ素直に自分の気持ちを伝えただけだよ。もっと褒めて。そんなことない、私だって感動したんだからね。はあ、私も春人くらいうまく喋れるようになれたらな。露骨に肩を落とすモナカ。いや、モナカちゃんはどっちかって言ったらさ、トークよりもさ、顔芸で見せるタイプだと思うよな、モナカちゃん。この表情豊かな顔でさ、いろんな顔に七変化するあたりが俺、モナカちゃんの魅力だと思うよな。ちょっと変顔とか見せてほしいところ。変顔とか見せてほしいところ。そんなに演技が良かったんだね。それなら、俺も推薦者として全力でやらないとだ。はい、春人くん。助監督決定です。元よりそのつもりだったけれど、モナカのやる気を知った以上、手を抜くわけにはいかない。目指せ、ノーベル賞。ノーベル賞じゃないわ。アカデミー賞で言おうとして、なぜかノーベル賞ではできては。違うわ。なんかの研究したみたいな、それ。アカデミー賞やな。独り言のように、意を固めた俺を見て、モナカもまた真剣な表情に変わる。うん。この演技だけはどうしても成功させたいんだ。その言葉になぜだか思い詰めたような切なさが見えたような気がした。モナカちゃん、え、モナカちゃんなんなん、もうすぐ死ぬの。わっ、制服の袖を引っ張られ思わず驚きの声を上げるモナカ。モナカちゃん、もしかして実の妹の存在なかったことをしてただろうが、一瞬なかったものだと思ってたろう。どうした、頭から煙出てるよ。雫コンピューターがいかれちまったか。私もいるので二人だけの世界に行かないでください。嫉妬してる。おっと、雫ちゃんがハルト君に対して嫉妬してるぞ。ハルト君に対してだけでさ、モナカちゃんに対してか、嫉妬してるなこれ。わあ、雫ちゃん嫉妬する顔も可愛いよ。振り向くと雫が眉をしかめて不満そうな顔を浮かべていた。ああ、つい話し込んじゃった。ごめんごめん、しずく。もう、二人とも私のことを完全に忘れてるんだから。ごめん。若干俺も忘れ気味だったわ。しずくが引っ張っていた村岡の裾を離す。袖か、袖を離す。ハルさんたちのクラスは演劇をするんですね。ああ、村岡立案、村岡プロデュース。監督もモナカだよ。雫の機嫌をうかがうように少し大げさに言ってみる。案の定それを聞いた雫はキラキラと目を輝かせた。そうなんですか、やっぱりお姉ちゃんはすごいです。雫ちゃん、お姉ちゃんに凄みを感じるタイプの妹だったんじゃ。普段は落ち着いているように見えてもちゃんと妹なんだよな。わあ、どうした、しずくがいきなり悪みたいな顔し始めた。ちょっと悪げな顔し始めたぞ。頑張ってね、お姉ちゃん。当日はみんなが腹を壊すように、差し入れの水に、解毒剤じゃないわ。薬入れとくからね、みたいな顔したんだ。しずくちゃんがちょっと何か起こしそうな顔し始めたけど、大丈夫かな。ありがとう、しずく。絶対見に来てよね。しずくちゃんってこんな顔するんじゃな。モナカがしずくに向かってぐっと親指を立てる。ちっちゃきち。そういえばしずくのクラスは何をやるの。あ、お、その顔はもしかして漫画喫茶とかそういうコアなものをやるな。しずくが言いづらそうに視線を泳がせる。え、この反応はまさか、双星先生アンみたいに恥ずかしい系なのでは。恥ずかしい系、恥ずかしい系、ツイスターゲームとかやるのか。しかも水着でツイスターゲームみたいな。雫の編みタイツ姿をうっかり想像しそうになり、慌てて頭を横に振る。わあ、春人くんすっけべー。水道しずくは顔を伏せながらボソッとつぶやいた。
アームレスリングカフェ。おいの予想の斜め上行っとんやけど。やめろ、なんでアームレスリングカフェ掛け合わせたのよ、お前。もうやめとけ、お前。ちょっと待って。プラスにマイナスかけたらマイナスになるんだぞ。それ知らんのか。ほら、ハルヒト君やってなんて反応すればいいか分からんようになってしまっとるや。もうさ、気分的にはさ、バイキックのなんて言えばいいの状態やけんな、もうこれ。あ、アームストロングカフェ？アームレスリングカフェです。アームストロングカフェってなんやろ。それってどんなカフェなの？マラカも想像つかないらしく、いぶかしげな顔をしている。それは誰も想像できるわけだよ。アームレスリングなんて、いや想像はできるんだけど。学園内の力自慢が集まって腕相撲の頂点を決める大会じゃなくてカフェ。もう別に腕相撲やらんでいいやん。腕相撲じゃなくていいやそれ。なんだカフェのテーブルがさ、腕相撲しやすいような腕相撲の土俵みたいな形になったわ。意味わかんねえわ。観客は水を見ながらお茶を飲むというコンセプトなんだって。へえ、そんなしずくちゃんが勧めた。なんかしずくちゃんの意見、しずくちゃんちょっとそういうキャラだった。しずくちゃんが勧めとることにしとるけんな。別にしずくちゃんが勧めたわけじゃないのに、しずくちゃんが勧めたことにしとるけんな俺。バカなやつもいるもんだな。なんだかセリカが提案していた大相撲と似てるような。これでもまだマシになりました。これ以上があったんか。なんだ、もうアームレスリングどころじゃないもんと一緒にカフェやろうとしてたんかお前。その前は空いている片手にティーカップを持ちながら腕相撲をして飲み物をこぼさずに勝たないと失格というルールでした。もう方向性が芸人やないかお前。もう正月特番とかで芸人が体張ってやるような競技やないかお前。なんてシュールなカフェだ。やばい、これこそバイキング風に似ていた。なんてシュールなカフェだ。小峠出てくる。バイキングの小峠出てくるよ。よくわからないけど、やってみたら意外と面白いかもしれないよ。マラカちゃん、そんなちょっとさ、もう思ってないことを言ったらさ、ダメだぞお前。面白くない、私は普通のカフェがやりたかったのに。しずくが残念そうにうつむく。まあ学園祭って真面目に走るか似たね走るかの二択みたいなところがあるから。あ、でもさ、たくまが聞いたらきっと喜んで参加してくれるんじゃない。確かにそういうイベント好きだし、参加したらきっと敵なしだね。あははしずくちゃん、ちょっと少しだけじゃないなそれ。しずくの顔が少しだけ明るくなく、少しじゃないわこれ。もう勝利を確信したような顔になってるもん。しずくちゃん本当そんな顔するんだね。ふっ、お兄ちゃんにはすでにシード権用意してます。やる気満々やないか。やりたい、普通のカフェやりたかったのにって、いいよ、人間のやることじゃないぞお前。そこだけは唯一楽しみです。たくま、しずくが学園祭を楽しむかどうかはその腕にかかっているみたいだよ。学園祭が楽しめるかどうかはたくま次第や。学園祭の安否はたくま次第。アメーバで検索。演劇が終わったら遊びに行くよ。はい、絶対来てください。エントリーお待ちしております。ほっ、そこは観客として行かせてほしいんだけど。ほっ、私の腕っぷし大将はたくまだからね。私たちの腕っぷし大将はか。ようやく笑顔の戻ったしずくを交え、3人で笑いながら家路を歩く。学園最後もこうやって笑い合えるよう俺も頑張らないと。というわけで、あ、マーキでいいやね。部屋の片付けは済んだ。食器も用意した。飲み物は
ドクターアッパーしかなかったけど、みんな好きだから問題ないだろう。なんだドクターアッパーって。一回にも課題良さそうな飲み物を用意しとんや。何がアッパーなんや。よし、いつ来ても大丈夫だ。あ、そう言ってる時って大体来ないパターンだよ、春人くん。多分春人くんはぶられて5人でカラオケ行くよ、これ。これからみんながここに集まるため、俺は出迎える準備をしていた。一応俺を歓迎する名目だったはずなのに、俺が主催みたいな感じになってしまっているのは気にしないでおこう。あ、そうかそうか。春人くんが来たけんさ、それの春人くんの歓迎パーティーなのにさ、春人くんの家で行っているという本末転倒な状態になってるんだね、これ。だいたいドクターアッパーというわけがわからない飲み物をさ、春人くんが用意してくるからね、これ。なんで招かれるっていうか、歓迎される側の人間が用意してるのって話になるからね。来たー。さあ、最初は誰だ、隣日か、隣の人か。あ、はいはい。おっ、私服じゃ。そうや、私服やな、これ。わあ、たくまはそれっぽい服着とんなっていうか、これ初登場の時にこれ着とったよな、お前。え、昨日着たやつを今日も着てんの。洗濯してないよね、お前。絶対洗濯しないよね、それ。ちょっと汚いんで家から出て行ってください。あと、マラカちゃん、かわいい、かわいいよ、マラカちゃん。もうそれあれだね、もうなんか言葉が出てこん。あれだね、ファッション雑誌の表紙飾れそうなレベルだね、それ。かわいいわ、マラカちゃん。おう、ハイトンチ久しぶりだぜ。本当に何も変わってねえのね。でしょ。わあ、みんな来た。ふ、ついに約束の地にたどり着いたか。お、こう見たら常さだ、お前も結構かっこいい服着とんじゃないか、お前。え、やばいな、少年ハリウッドとかに出てきそうなキャラクターやん。少年ハリウッドに出てきそうなレベルのイケメンやん、お前。意外と常さだ、お前。お邪魔します、セリカちゃん。ちょっとセリカちゃん、あんたもお前昨日と同じ服着とるやろ、お前それ。洗濯しなさい、お前。5人中2人洗濯せずにもう一回着とるパターンになっとるやないか、お前。いいけど、別にいいけど。で、注目するのはさ、しずくちゃんだよ、これ。黄色基調のすっごい目立つ、かわいい服装。リビングに入るなり、みんな思い思いの感想を口に出す。あ、ハルさん、いろいろ用意してくれたんですね。まあ、このメンバーだと俺が浮かないとって思ったからね。歓迎する側の5人がさ、何も用意してないっていうパターンあるからね、これ。あ、今、私たちのことバカにした？お？違いねえじゃねえか、マナカ。そうね、白井く甘えてしなって悪いわね、お前。せめてセリカちゃんもなんか持ってきてくれると信じとったぞ、お前。持ってきたんか、てめえ。懐かしい。この日をどれだけ望んだかと思ってしまうほどに俺は感動していた。こうやってまたみんなで集まることを夢見ていたから。どうしたの、春、ぼーっとして。まさか再会がうれしくてうるっと来てたり。いや、お前らの準備不足にさ、悲しんでるわ、お前。よく俺がいない間5人でやっていけたな、お前ら。違う、わないか。うん、みんなと再会できたことがうれしくてさ。この野郎、だったまに、まめに連絡よこせって言ってんだよ。マナカもメッセンジャーなのに、全然私たちのことを伝えてくれなかったみたいだし。だって、ハリヒトがいなくなってから、みんなあんまり集まることなくなっちゃったし。あ、そうなんじゃ。へえ、やっぱ俺の存在ってそこまででかかったよなーって、ハリヒトくんは今思ってるよ。まあまあ、積もる話はとりあえず乾杯してからってことでね。そうですね、じっくり、根掘り葉掘り聞きましょう。んだな、よし、今日は騒ぐぜ。
じゃあさ、というわけなんだよってところで今回終わりにさせてもらおう。今回はセーブするからな。今日はちゃんとセーブするからな。一番上じゃ。よっしゃ、ちゃんとセーブしたからな。もう今日の冒頭みたいにさ、前回の終わったところまでさ、進めるという時代にはならんからな。よっしゃ、今回はここまでにしましょう。さて、というわけで次回はさ、まあ多分このパーティーで人波乱あるんじゃないかなって思っておりますからね。このメンバーが集まったら絶対何か人波乱が起きるっていう、そういう期待をするからな、俺は。もう、たくまがさ、もう二次会行こうぜみたいな感じで、いきなりさ、外に釣り出してカラオケとか言うて、オールナイトになるとか、そういう話になりそうな気がするからな。勝手にそういう気持ちでおるからな。もう、たくまがなんか起爆剤っていうことにしとくからな、俺は勝手に。よっしゃ、というわけで次回、また来週お楽しみに。というわけで、週上げ。勘違いしないでほしいわね。別に私は同じ服を2日続けて着ているわけじゃないわ。同じ服をたくさん持ってるだけよ。ま、本当のことを言えば、このゲームのキャラクターのデザインをした人間が違う服装をした同じキャラクターを何人も描くのが面倒だっただけなんだけど。